3日後に告示を控えた自民党総裁選挙をめぐり、石破元幹事長は自らの派閥内でも支持が広がらず、出馬は困難な情勢となっています。石破氏は、昨日も周辺が立候補手続きの準備を進めるなど、出馬を模索する動きを続けていますが、党内の中堅若手議員から派閥横断的に支持を受ける 河野行政改革担当大臣の動きを受けて石破派内では出馬を見送り河野氏の支援に回るべきとの意見が強まっています石破派ではすでに河野氏支持を表明した議員もいるほかある中堅議員からは石破さんはもう出馬しないと思うがもし出馬するなら複数の同志とともに派閥を出ていく覚悟だとの声も出ています 石破派内で石破氏の出馬を支持する議員は現在数人にとどまっていて、出馬は困難な情勢となっています。石破氏はこうした情勢も踏まえて、明日開く派閥総会で正式に態度を明らかにする見通しです。